疲れ様です。いい音ですね。ワイスビフォー、いい感じになりました。ワイスビフォーです。1時スペシャル。いやーちょっと出来上がりました。フライングで写真が雨宮さんが怒られて、おっと、わかんないからね、コーティングね。フライングしてるの、はい、はい、そうですね。あ、そう、はい、わかりました、ありがとうございます。結構上手な事故の、すごいんですよ。うわ、すごい。ちょっと待ってください、これ伝説のおもちゃ、黒ひげイキキキ。すごい。なんであるんですか。これもう売ってないですよ。売ってないですね。売ってないですね。あー、聞こえました今。ふぅーっていうね。ありがとうございます。すごい。しっかりまだ音声も生きてますね。生きてますもんな。なんかすごいおもてなしだ。よろしい。はい、はい。うわー、ゆっくりだ。いよいよ5代目。五代目でございます。オッケー。映画のワンシーンのようだ。あ、いる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 。うわ、見える見える見える。あ、来た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 。せー。うーわ。オッケー。どうですか。すごいっすね。最高じゃないですか。めちゃくちゃ嬉しいですよ、そう言っていただけると。なんで今回はそのラッピングとコーティングをしておりますので、ね、はい、ピカピカ、完成ということで、素晴らしい仕上がりになりました。もう大満足の出来でございます。はい、ということで、今回、はい、ようやく完成したと。ありがとうございます。ありがとうございました。申し訳ない、2ヶ月間でもう3回カスタムしていただいて。、はい、本当ですよ、早いですよ。いや、早いです。もう早く4回目したいです。4回目、4回目もやりたいぐらい。でもまあもう十分すぎるね、完成度。はい、ご対面をしていただいたんですけども、はい、改めてどうですか。いや、これ、ね、シャッターがね、スピルクラー出てこう登場したんで、本当映画のワンシーンのようで、下からガーッと見えてきて、いや、マジちょっともう鳥肌もんでしたね。
予想をはるかに超えたもう仕上がり、コーティングもされてるのピカピカで、いやー、いい仕事しますね。ありがとうございます。素晴らしいですね。まあ、僕がやったんじゃないですか、ティダンさん、そしてグランドスラムさん、ありがとうございます。まあ、雨宮さんがつないでくれたね、このホットラインで、素晴らしいですよ、本当。で今回のラッピングの、まあ、コンセプトというか、はい、まあ、簡単にちょっと説明していただいてもいいですか。あ、コンセプトなんでこういうのしたのかっていう。あ、もちろんスープラ買うきっかけの一番最初が、ワイルドスピードジェットブレイクという映画に出てくるオレンジのスープラがこのラッピングだったんですよ。でかっこええなと思ってる中、あのスーパーフォーミュラで脇坂純一さんと出会って、そこのセーフティーカーがスープラで、あれすごくかっこいいですね。で、わくわくな話聞いて、スープラめっちゃいいってなって買ったんで、はい、そのきっかけとなったこの YSP ラッピングがこの部分ですね。はい、これどうしても飲んだかも。これはどうしてもやっぱり正直、アーデがかっこよかったんで、それでしばらくもう数年は乗ろうかと思ったんですよ、うん、でも、そうなんです。でもその時に丹野社長がいや、ワイスピでも何でもやらせてもらいますよってなんか一言バッて言ったんですよ。です、ね、それが引っかかってて、うわーってモヤモヤしてて、そうなんです。それでやろうってなったんです。僕もびっくりしました。今回ね、あの縁くらいから脇坂純一さん、はい、吉本さんから連絡いただいて、なんかワイスピのやつを本気でやりたいって言っていただいて、本当ですかみたいな。でも最初はちょっとあれですか、いや、ちょっとそれはやりすぎたんじゃないかと思ったらしいですよね。そう、あんまり大きな声ではやらないですけど、自分でワイスピしちゃって、もう言っちゃって、すごいことになっちゃうんじゃないのちょっと思ったんですよ。はい、はい。何ですか、実際やって、これを見て、やっぱりすごいかっこいいです。いいっすよね。かっこいいです。めちゃくちゃかっこいい。ただのワイスピの、それじゃないから、それがいいんですよ。ワイスラッピングにアームのラッピングと脇坂さんのね、タイヤも、この要素が相まってオンリーワンになったね。これが嬉しいですよ。はい、めちゃくちゃかっこいいです。やっぱね、なんかこう動画見てるところね、なんかワイスピラッピングしてみたみたいないっぱいあるんですよ。それは本当に完全なこう復元であってオリジナルではないんで、このオリジナルであるっていうのはめちゃめちゃ嬉しいです。はい、最高です。本当に有名な車になっちゃった。ちょっと昔ね、カイヤさんが乗ってたようなカイヤカーみたいな感じに行ったらなっちゃうかもですけど。でもだって HG さん、虫じゃ見えなくなってました。いや、だから僕、今の衣装って赤黒バージョンと青黒バージョン2着ですよ。黄色黒バージョン、黒バージョン、アミムさんに言われて、そうみたいですよって言われて、ちょっと作ろうかなと思ってます。はい、作りましょう。このカラーリング、はい、その時はぜひ、はい、そうですね、はい、撮らせてください。せっかくなんでスープラ界隈、はい、スープラ界隈がぜひね、いつか一度遊びましょうか。スープラを使いですね、そういったものにね、はい、遊びに来るのに熱中したのにね、嬉しいなと思ってます。いや、面白いです。はい、お願いします。はい、今回ですね、もう一個グランドサラミさんから渡したいものがあるということをですね、いただいてますので、あ、ちょっと僕も実は知らないんですけど、はい、いただいてます。なんですか、ちょっと自己紹介を。あ、グランドサラミの藤野さん。藤野さん、この度ありがとうございました。ありがとうございます。素晴らしい企画をお聞かせいただいて、何ですか、何て書いてありますか。レスペラシザリーフォーユー、特別にあなたにね、はい、なんだうわー、おー、すごい、シャンパン萌えね、しかも写真がすごい、見てください。うわー、これはホストでもまた気分ホストの誕生日会だうわー、ちゃんと作っていただいて、はい、オリジナルで喜んでいただけるかなと思います。ありがとうございます、いやー、いただきます。嬉しいサプライズよかったです、ね、ウェルカムボードとか用意していただいてましたからね。
ね、あの今回コーティングをそのグランドスラムさんにしていただいたんですけど、はい、AC さんが新車なんですよ。やっぱり新車でもコーティングとかした方がいい。そうですね、塗装を守るという点に関しては新車でもコーティングはした方がいい。お手入れが簡単になりますし、うん、今回施工していただいたのはオーディングのコーティングになるんですね。そうですね、今回はセラミックのコーティングになるんですね。赤ちゃんのお肌のようなね、サラサラツルツルスベスベ、ね、僕の車にはしてないんですよ。僕もしたくなっちゃう。これで安心して乗っていただけるときも、はい、ラッピングもコーティングもということで、あのぜひスープを楽しんでいただけるような、はい、スープラ島のスープラ島のね、投資なんで、はい、我々当院でございます。当院当院としましてね、やっていきますので、よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。はい、チーズ。確かにうるさい、うるさい。すいません、ちょっと経つと静かになるんですけど、はい、あの似合ってます。ありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。